で、プラトンの合理主義者、まあ、プラトンがどう例えたかって話なんですかね、うん、アインシュタインのような人々に対するプラトンの言葉はダイアレクティカルソートであり、おおよそ弁証法的な思考、連携思考、平行推論、論理思考を意味するものですと。したがって彼はこのタイプを合理的な人々と考えました。プラトンもそう考えたんですね。プラトンは合理的な人々を社会に特定の役割を果たさせると考えており、それは自然を研究し、それを制御する方法を見つけること、つまり自然の秩序を社会の秩序と調和させることだったと。注意してください、自然を侵食するのではなく文明化することでしたと。プラトンはこういう人たちにそっちで力を生かせって言ってるんですね、はいはい、だからもう本当に営業とかやってるならやめよ、向いてないってっていう話かなと思ってます。プラトンの生徒であるアリストテレスはプラトンの一世代後に西洋世界のために論理を定義しましたと。アリストテレスは弁証法的なタイプ、プラトンの合理的な人々は最善を尽くして正確であり、物事を整理し誤謬を避けるための努力をすると述べました。論理は彼によればそのような誤りを避ける方法を教えてくれるのですと。その一つは、我々が識別できるものはどんなに他のものと区別が難しい場合でも、それが独特なアイデンティティを持つと気づくことですと。例えば同じ豆の中にある2つの豆は同じように見えるかもしれないが、実際には異なり、注意深い検討でその違いが明らかになりますと。これがアリストテレスの同一性の法則だと。アリストテレスの論理学のもう一つの元となる石は、特定の文脈で識別可能なものは一つか他の一つか両方であることはできないっていうことですと。例えば半分が人間で半分が獣であるようなケンタウロスのような存在は存在しないということですと。たとえそのような生物が想像できるとしてもですと。これはアリストテレスの矛盾の法則ですと。これらの論理の2つの原則は真理と呼ばれ、それらは証明可能でないにもかかわらず明らかです。しかし証明可能であろうとなかろうと、これらをかぶることは無意味なことを言うことになり、アリストテレスの弁証法的な人々は慎重に避けるべきだと考えています。ちょっとなんか何を言ったかどうかあんまり分かっ、訳がちょっと甘いのかもしれません、はい、ちょっとざっと訳してきたものなので、ただまあそういう人だっていうことですね弁証法的なタイプで、はいはい、この同じような豆で、うん、見た目同じ、うん、でもなんかまあ一つの豆ですって運ばれてきた、はい、豆の中に入ってる豆は全部違うと、うん、で僕がよく言う、はい、どっちも持ってますみたいな、はい、まあこれは違うのかもしれないんですけど、うん、どっちも持ってますっていうのはダメだって言ってましたね、はい、一つか他の一つであるか、うん、両方であることはできない、うん、まあそれとイコールではないイコールではない、ないかもしれないんですけど、はい、なんか真実は一つみたいなとこじゃないですか。でそう、僕あと拾ったのは、はい、弁証法タイプっていうのは、うん、最善を尽くして正確であり、物事を整理し誤謬を避けるために努力すると述べたと、うん、でガレンという読み方としてはガレノスかもしれません、うん、ローマ帝国時代のおそらくギリシャの医学者、はい、ガレンは合理的な人々をフレグマティクスと名付けたと。単語フレグマティックは無関心、単調、遠く、社会的な関与から離れたように見えることを意味するようになったと。実際これら合理的な人々は論理的な調査に関心があるために、他の人々からは疎遠で、他人からの社会的な関与に興味がないように見えるという結論に至ると。この結論は、合理的な人々が複雑な問題に集中すると彼らは社会的な文脈から離れ、問題を解決するまで遠ざかるという点で正しいと言えると。その瞬間彼らは他人に興味を持っておらず、その
他人に無関心ということではない。彼らは大切な人々に焦点を当てているとき、他のどのタイプと同じぐらい思いやりがあると。ただそう見えるってことですね。問題を解決したいがあまり、問題に集中しすぎてしまい、人から離れるっていう態度が冷たいって見られる。でも彼らは本当は違うと。問題を解決したい。解決。みんなのために。君たちのために思いやりがあってやってるのに、だって肝臓を捧げるんですよ。はい。みんなに知恵を与えて。知恵を与えて。はい、怒られるって分かってるのに。はいはい、で、プラトンな合理的な人々は、論理的であるだけでなく、通常は何らかの研究、複雑性の探求、物事の本質への実践的な探求に没頭していると。おそらくこれがパラケルススの彼らの守護精霊としての神話上のシルフを、シルフを選んだ理由でしょうと。はい、妖精じゃない。妖精っていうことですかね、はい。シルフは地上から高く森の屋根や上の山の頂上に住むと信じられていたと。彼らは知的な精霊でフクロウのような存在から派生した可能性があると。鋭い視力を持つ大きな目、強力な推論を行う大きな頭脳、鮮明な想像力を持つ感覚の触覚、それに触れると他では探求不可能な場所にアクセスできる繊細な羽を持っていましたと。したがってパラケルススは最初に合理的な人々の飽くなき好奇心と不安定な研究を強調した人物でしたと。で、アーディックスという人、これはですね、エーリヒ・アーディックス、アディックス、まあどちらかの読み方があるんですけど、これはカントの哲学に関する、重要な作品を残したドイツの哲学者の。アディックスはこのプラトンな合理的な人々をアグノスティックと呼んだと。これはアグノスティックというのは不可知論者、不可能の不に可能の可に知る、不可知論者。人間は神の存在を証明することも反証することもできないと捉える人をアグノスティックと呼ぶらしいです、はい、アディックスはこの合理的な人々をアグノスティックと呼んだと、なぜならこれらの人々、まあ、NT ですね、は複雑なことについて疑念を抱いているからですと。厳格な論理、熟考、特に詳細な経験主義にもかかわらず、このタイプは不確かさなニュアンスも保ち続けると、確実性が難しい中で合理的な人々は可能性と確からしさについてのみ語ることが最善だと考えています、この不確かさなニュアンスを保ち続けるってどういうことですかね。この可能性ってとこじゃないですか。この現実ではない。あー、なるほど。けど、まあなんかそれっぽいんじゃないか、あ、証明はできないけどみたいな。なるほど。保ち続けながらも、まあ語ることは確実性が難しい中で、合理的な人々は可能性と確からしさについてのみ語ることが最善だと、ある程度のこの反証についても、はい、知恵になるならば聞くんでしょうね。まあそう思いますよ。僕は聞きたくない時は聞きたくないんですけど、はいはい、それ言うと行動が止まるじゃん。行動の人じゃないですからね。で、あとね、なんかね、あ、でもやっぱね、多分批判されたが先に来るんですよ、気持ちとして。はいはいはい。だからいいじゃんっていうのが出てくるので、それが筋が通ってるかみたいな話ですもんね、 NT だと。で、一回クールダウンしてから、はい、ああ言う通りってなるんですけど、はいはい、やっぱ瞬間はね、やっぱりカチンとくるんですよね、シュプレンガーはプラトン、アリストテレス、アーディッケスと同様に合理的で論理的で懐疑的な人々を見ていました。彼は彼らの理論構築への傾向に焦点を当て、それらを理論的なタイプと呼んだと。確かに合理的な人々にとって理論構築は興奮する要素であり、彼らの知性の実力を試し知識を測る最も満足のある操作の一つですと。それが理論であると。IQ が20違うと話が通じないみたいですけど、はいはい、僕は大丈夫なんだろうかってずっと思ってます。ん要はなんか IQ 高い人が見てたとすると、はいはいはい、お前邪魔ってなるだろうなと思って。まあそんなこともないと思いますよ。もう本当ごめんなさい。そんな人は多分来ないかもしれない。あ、
じゃあ仲間残念はい、すいません。性格の暗い側面を注意深く調査した最初の研究者であるクレッチマーは、合理的な人々をアネスティティックと呼んだと。これはおおよそ無感覚と訳すことができますと。彼らについてこう語ることで、彼らはガレンの言葉を遠く離れて無関心であるっていうところで述べていたと。クレッチマーはこれ以上のことをも言ったと。彼はもしも人生の問題が彼らに勝ってしまう場合、合理的な人々は他の3つのタイプと同様に自己防衛にどのような愚かな行動を取るか選ぶ選択肢はなく、彼らの気質だけがその問題を決定すると信じていましたと。クレッチマーと同様にフロム、多分エーリッヒ・フロムなのかな、も性格の両側面を検討し、性格の否定的な特徴でなく肯定的な特徴も紹介しましたと。エーリッヒ・フロムは、エーリッヒと書いてないので申し訳ございません、はい、フロムは合理的な人々をマーケッターと考え、マーケティングというのは、まあ、実用的な取引を否定的な特徴とみなしましたが、効率性や他の望ましい特徴に対しては、称賛しましたと。したがって彼の見解では、合理的な人々は効率的だけでなく適応力があり好奇心旺盛で実験的であり先見の明があり柔軟で寛大で知識豊かで思いやりがあり、社交的、寛容、教義を決めない、基地に富む、若々しいとしましたと。おそらくご自身も合理的な性格だったと思われるフロムは、他のタイプよりも彼らを高く評価していたと。マイヤーズは、マイヤーブリックスのマイヤーズですね、はい、は合理的な性格の研究に貢献し、彼らを直感思考タイプ NT と名付け、彼らについて抽象的、分析的、能力が高い、複雑、好奇心旺盛、効率的、厳格、非個人的、知識的、独立、創造的、論理的、科学的、理論的、研究思考的、体系的と名付けたと。彼女は先行研究者の研究については明確には気づいてないようですが、彼女自身でプラトンの合理的な人々を特徴づけるより顕著な特性を識別することができましたと、うん、ちょっとカーシーが一歩引いたところで、はい、マイヤーズを評価してます、はいはい、カーシー博士が論じるところのマイヤーズさんは、うん、ユングを見て、うん、MBTI を作った、はい、カーシーは過去の先人たちの歴史も紐解き、うん、それにマイヤーズもくっつけて理論付けた、うんうん、感じですね。クレッチマー、クレッチマーだの、はい、プラトンからずっとこういう4つのタイプがあってみたいなのをやった感じですね、うんうん、いやこれはこうなんだっていう感じじゃない、多分今も生きてらっしゃるのであれば、はい、まだ続けていて、はい、もしかしたらあのプリーズアンダースタンドミー3ができるかもしれない、はい、2を出してから30年私は人間研究を続けたなんて言って、はいはい、私タロちゃんは年上だったらごめんなさい、タロちゃんは INTP で自分自身の感情の動きにかなり鈍感なので、二等兵の感情の爆発を感じ取れるような言葉は聞いていて楽しいですと。なるほど、うん、あの本当羨ましい、なんか冷静に議論できる人が、はい、もう本当にもうカチンと来たりして、はい、そういうのが増えると、うん、僕はここを見ないってやるので見ませんって、はいはいはい、羨ましいです。アセノさん、反対意見や自分とは違う意見を持っている人がいるのが普通だと思っているから、同意ばっかりされる方が怖いと。新しい見解が得られるので世界が広がった感じがすると、まあ、そうなんですけどね、はい、